は嵐山の岩田山にある嵐山モンキーパークを訪れました。モンキーパークは嵐山の渡月橋の南岸を北上したところから山に入り、約20分遊歩道を登って行きます。公園までの道端には猿への注意書きや猿に関した知識、そしてクイズなどの立て札が立てられています。モンキーパークは嵐山の岩田山の6000平方メートルにある野猿公園で、昭和29年京都大学の研究のため野生のニホンザルが餌付けされたのが始まりで、その後昭和32年に一般公開されました。きつい坂道を登り詰めると、山頂の休憩所と餌場と展望台にたどり着きます。台からは比叡山をはじめ京都市内が一望できます。キーパークには野生のニホンザル135頭余りが柵も檻もなく自然の状態でいます。ニホンザルは野生の猿で、地球の最も北に生息する猿で貴重な存在です。欧米の学者は山奥にいる猿が出るのは非常に驚くそうです。猿にはすべて名前がついていて、飼育さんは生まれた日までわかるそうです。休憩所が猿の餌場となっていて、猿が餌を求めて集まってきます。お猿さんは外、人間がフェンスの中です。
餌は持ち込みは禁止で、売店で一袋100円で買い、金網越しにやります。キーパークまで入り口から約20分の山登りは厳しかったですが、展望台からの京都市内の一望と自然に生活するお猿との触れ合いはなかなか楽しい一日でした。